その判断をしないというのはバガワット・ギータにその時苦しみも喜びも等しいとあるのと同じことなのかなうんその通り賢いヒンズー教徒のような言葉だね確かに君はヒンズー教徒だったこともある賢いヒンズー教徒である君には政治は無用だったただ幻想を認識する上で役立つかどうかだけが大事なんでねだが幻想の認識は J が教えた許しのプロセスの一部に過ぎない。全部ではないんだよ。残りはおいおい話してあげよう。その前に、君は地下の J と一つになるんだよ。私は J を愛していた。彼は子供を天国にある真の我が家に連れ戻す明かりのようだった。彼と一緒にいたとき、私が許しについて何か言ったら、彼はこれで君は地下の J と一緒だ。 と言ったんだこれは簡単に言えば私が彼と同じように考え始めたということ、彼と共にあるということだと話してくれた。その時に初めて君はさらに私の心の中に入ってくるし、さらに私と近くなるのだよと。私が彼のように見て彼と同じ心の姿勢で考え始めたからだ。それこそがスピリチュアルな視界なんだよ。それは 肉体的なな目とは何の関係もないこの心の姿勢のシンボルを君は体験し時には肉体的な目にも見えるかもしれないそうそう大事なことを言っておこうかシンボルが見えない人も自分はダメだとか軽んじられていると思ってはいけない別に必要なものじゃないんだ君のようにそういう才能がある人もいれば他の分野で才能がある人もいる 見かけの結果なんて表面的なもので我々が関心を持っているのは原因の方だよ。もちろん J は完璧に精霊と一つになっていたから彼と同じように考えるというのは精霊と同じように考えるということで体としての J と同じということではない。J と同じというのがピンとこないなら精霊と同じと考えればいい。自分が個別の体あるいは魂だと思っているなら 具体的な誰かが自分を助け、すべてのシンボルの向こうに導いてくれるという方が考えやすいだろう。クリシュナやゴータマブッタとかゾロアスターとか、そういう存在でもいいのかいうん、そう、それでもいいよ。だが、そうしたら J について学ぼうとしないだろうね。みんな同じだと思うかもしれないが、きちんと勉強した者の,の目から見ると、すべてを一変させる決定的な違いがある。 別に他の存在を貶めるつもりはないよ。誰でも最終的には同じ目標地点にたどり着くし、実際にはすでに目標地点にいる。そう言われてもまだピンとこないだろうから、J と共に学べば、彼はきっと君を助けてくれるとだけ覚えておきなさい。パーサの福音書の中にそう書いてあるね。さっきからずっと待ってるんだけど、もう少しだよ。 君の前世の簡単な説明を終えるにあたって言っておくが、君は多くの素晴らしい人生を送り、一見、無駄に見える人生もまたたくさん送った。時々前世の夢を、いい夢や悪夢を見るだろう。アメリカ先住民で大きな川の合流地点の町に住んでいた夢を、まだ見るかいど、どうして知ってるんだああ、忘れてたよ。あなた方は全てを知ってるんだな。そうよ。 でも、言っておくけれど私たちはあなたが理解できる言葉やシンボルだけを使えるの。あなたは何千回もの人生を体験してきた。キリスト教徒の人生もいろいろあったしほとんどの人が聞いたこともない宗教に関わった人生もたくさんあったわ。例えばアボリジニだった時には当時あなたがイカと呼んでいた霊的な世界の体験は普通の目覚めている時の人生と同じように。 い,いえ、それ以上にかもしれないリアルだったすべての前世の中でもアメリカ先住民のグレート・サンという素晴らしい霊的な死の友人であり弟子だった時以上に実り多かった人生はないでしょうね1,000年ほど前1800年代のボストンやフィラデルフィアぐらい大きな町があったここは今のセントルイス辺りで大勢の人々が集まる場所だったけれど 住民に白人は1人はもいなかったわここの人々はティーピーではなくて家に住んでいたのティーピーは季節ごとに移動する平原の部族が住まいとして使っていたのねあなたはその町に住むアメリカ先住民で空と大地の中立ちをするために太陽から降りてきたと言われている人物と知り合いでした人々はその人物をグレート・サンと呼んだ彼は 人間を生贄ににすることを否定し、実戒の多くと J の知恵の一部を教えていた。白人が聖書をアメリカに持ち込む500年も前のことよ。彼は国王か法王のような存在で、人々が愛と尊敬の印として作った立派な人工の丘の上の建物に住んでいました。当時、アメリカ先住民には文字がなかったけれど、その町は、 今ならカホキアと記される名前でグレート・サンは大陸中心部のすべての人に知られ尊敬されていたのよ。町は川によって他の多くの地域と結ばれていてあなたは毛皮商人として暮らしを立てていた。そしていつもその友人の教えを商売相手の部族に伝えるよう心がけていたし家に帰ればまたその霊的な悟りに達した人からもっと学ぶことをできると楽しみにしていたの。 心の中にそういう光景が浮かぶよ。その人物って、モルモンの書に出てくる人かな。ううん。ジョゼフ・スミスは彼のことを知らなかったし、白人はほとんど知らないわ。アメリカ先住民の歴史は口から口へ伝えられたものなの。スミスのしたことはこれとは別。彼は金属板に記されたものを翻訳して記したことになってるでしょ。いずれにしても、 時代は千年後だけれどグレート・さんはジェイにとてもよく似ていたその前世と死について長々と説明しようというんじゃないのよ私たちに関心があるのは今の人生ただ最も新しい進んだジェイの教えを受け入れる準備ができるように背景を話してあげるからグレート・さんが犯した小さな過ちから目覚めてほしいの誰でもたとえ悟りを開いた人でも過ちは犯すものよ この地上は完全ということにふさわしい場所じゃないから。それどころか地上では真の完全は不可能なように作られている。あなたは宇宙が進化してやがて完璧になると思っている。でもそれは間違い。宇宙はそんなふうに見えるように作られているけれど、実はぐるぐる回転しているだけ。その仕掛けを見破らなくてはいけないのよ。あなたの過ちと、 他の悟りを開いた人たちの過ちの違いはその人たちには真の許しを実践する能力があることねその人たちは他人の過ちを直ちに許すべきだとすれば自分の過ちも同じように許されるべきだと気づいているそれに自分たちが何をしようと大したことじゃないとも知っているけれどそれを受け入れる用意のある人って少ないのよ。大抵は自分の過ちと罪悪感を永遠に引きずっていく。 そんな必要はさらさらないのにね。それで彼はどんなふうにダメになっちゃったんだい別にダメになったりはしなかったわよ。ただ彼の時間の過ごし方が問題だっただけ。今も昔も東西南北、世界中で人々は助けを必要としている。なのに精神的に人を攻撃しながら攻撃していることにすら気づかない人たちがあふれている。彼らは 自分が正しいかっこいいあるいは犠牲者だと思っているだけだからグレートさんも一番有効な道からそれてしまった本当に悟りを開いた人はあんまり指導者役をしたがらないって前にも言ったでしょ2,000年前多くの人がジェイに宗教者ではなく国王として世界を救ってくれるように願ったでも彼は人々と真理を分かち合い 自分の体験を話すだだけで幸せだった彼は神の愛にしか関心がなかったのグレート・さんは法王そっくりになった最後には多くのありふれた霊的指導者と同じように政治に時間を浪費し大勢の前で霊的な決まり文句を述べた本当に必要なのは人々を新たなレベルに引き上げることだったのにね政治は 政治家に任せておけばいいカイザルのものはカイザルにっていうでしょ人々は教育されなければならない。でも人々に真理を語るなら人気取りは諦めなくちゃいけない。でも聞く耳を持った人はちゃんと聞くのよ。こうしてグレート・さんは大物の意思決定者になり人々はそれが重要だと思った。本当に有効なのは1対1あるいは 少人数を相手に語りかけることだし、相手がどうとるか心配して、手加減したりせず、知っているすべてを話すことだったんだけど、前にあなたに、話したくないことは何も話す必要はないと言ったわね。でも、教えようという気になったら、心理を語る方がいいし、それで去る人がいても、相手を引き止めるために、相手が聞きたがっていることだけを話すよりいいのよ。この世界の成功というのは、 大勢の人の賛成を得ることだけど、人々は真理には喜んでうなずきはしない。真理は人に衝撃を与えるのよ。少なくとも多くのことに疑問を抱かせる。結局、グレイト・さんは、もっと真理を語るべきだった。公職なんかに関わらなければよかった。と後悔したのね。彼は人生の終わりに自分が完全に許されていると知っていました。ただ、 自分の天文をもっと建設的に使わなかったことに小さな後悔を感じていたその後悔を彼は許したのこの話をするのはあなたに学んでもらいたいからよ大物になろうと思うのはやめなさいただ真理を語りあとは精霊に任せなさいあなたの時間の大半はスターになるためではなく彼に学ぶために使うべきなの 僕はその人生で大きな進歩をしたんだろうかええそうでもどうしてだと思うあなたはわずかな時間しか教えずほとんどの時間は友人の言葉を聞いて過ごしたのよ幸い個人的に彼の話を聞くことができた彼は個人的に話す時の方が心を開いて詳しく語ってくれた言い換えればあなたは彼の弟子だったこれが大事なことよ あなたはそれを実践して生きているけれど、今後もそれを忘れてはいけない。それはね、一番進歩するのは、偉大な死になる人ではなく、偉大な弟子になる人だってこと。どっちにしても、君の友人は、普通の人間と同じように生まれたって言っていたな。人は小さなことを大げさに捉え、本当に重要なことには注意を向けない。例えば、 我が家にに帰るとといい。ううよななな重要なことに目を向けないだからこうやって君を手伝うんだよ。それで J も普通の人間と同じように身ごもられ生まれたのかい体が重要だと考える人 J の体は極めて重要だと考える人にとってだけ重要性がある質問だね。君もやがて自分の問題の答えは心にありこの世界や体にはないと気付くよ J も含めて。 誰の体にもないんだ。これが彼の主要なメッセージの一つだそこがわからないと残りは理解できないだが君は他の体もどれほど取るに足りないか理解するだろうその時初めて自分の体がどれほど取るに足りないかを実感して体験できるそれ以外に自由になる方法があるかい自分自身で自分をつなぐ鎖を作っていると気づかなければ鎖を解き放つことはできない。 前に「復活は心の出来事であって体の出来事ではないという考えをパウロが否定した」と言ったねでも確か彼は「割礼なしに洗礼だけで入信を認めるように他のユダヤ・キリスト教の指導者を説得した」ってことで歴史的に有名だったと思うんだけど前に「パウロは人の気持ちをつかむのが実にうまかった」と言っただろう。だけど誤解してはいけないパウロが「 歴史上最も偉大で影響力のある人物だったことを否定しているわけじゃない。彼の書いたものが感動的なのは明らかだしね。ダマスカスに向かう途上で彼が J を霊的に体験したのも本当だ。最終的に見れば彼の発言の多くは J が言ったこととは違うというだけだ。いいかい ?J は真理全体を教えたし。我々の言葉を聞いていればやがてわかるように今も教えている。 だが彼の前後に現れた人たちは真理の一部しか教えていない人々は同じように聞こえる部分だけを取り出し同じことを違う言い方で言っていると考えるだが J だけは違うんだ J はクリシュナや老子やブッダプラトンなど他の人たちが一致していた考えの一部には賛成していたもののそれが全てじゃないということそそう、それに彼は、 パウロやワレンティノスプロティヌスなど後の人々が一致した考えの一部にも賛成するだろうね事実 J とこの人たちは普遍的な真理の一部を共有しているただ彼の過不足のない言葉を十分に理解できればもっと早く神のもとに達することができるそして他の人々とは必ずしも同じではない独自の思考システムについて語ってもらえるよそこで、 J がどんなことを語ったのか話してあげよううとということになるわけ。その小さな一環として私つまりトマスの「福音書」について話すわねまずあなたが何を考えているかをはっきりさせたいからあなたの知っていることをざっと話してみてちょうだいだけどあんまり詳しく知らないんだ第二次世界大戦後誰かがエジプトで偶然に他のグノーシスの文書と一緒にその福音書の写本を見つけたんだよね でも教会は異端ンのグノーシスがでっち上げたものだと言った最近では聖書研究者はずっと高く評価しているそうだけどそうよでもあなた実際に読んだことはないのねほらいつか本屋でパラパラめくってみたけどその間中、近くにいる美人に気を取られていたじゃないのなんか非難されているみたいに聞こえるんだけど別に避難はしていないわでも 彼女の肉体について悲壮的な考えをめぐらすのに忙しかったんじゃ、私の福音書を丁寧に読んではいられなかったでしょ、ってこと。ひどいなあ。彼女の心についても悲壮的な考えをめぐらしていたんだよ。<coughs> ところで、トマスの福音書は読んでもピンとこなかった。著者本人から直接に教えてもらえるとありがたいな。いいわよ。簡単にね。 詳しく知りたければ自分で勉強すればいいわ。1945年の発見によって私の福音書は1000年以上も経って初めて完全な形で人目に触れたの。他にはもっと前に2つギリシャ語版が断片的に見つかっていただけでした。私の福音書だけをテーマに本を書けるし実際に何人かが書いています。でも発見された福音書には J の言葉以外の 後世に書き加えられた部分がある話は前にもしたわよね。それに、ナグハマディ文書の内容を考えるときには、300年にわたるエジプトの文化や言葉と、グノーシスの哲学の影響も考慮しなくてはならないわ。さらにあの福音書には、J が個人的に私に語ってくれたことは含まれていない。それは、私が思いがけないときに、ある集団に殺されてしまったという理由もあるけれど、 私は彼らに平和を説いていてたの。あなたと同じく平和を求めている人はたくさんいる。でもね人の心が平和にならなければ世界が平和に暮らせる日は決して来ないのよ。私は長生きはできなかったけれど J の言葉の最初の伝道者の一人になりたかった。聖書では私や多大のような人たちはないがしろにされているけれど私たちは J の教えを直に聞く幸運に恵まれたの。それはすごい名誉だよね。除解されていたの私が伝道者になることは、前もって定められていたのよ。